SV とは、鈴木が製造を販売している、スポーツタイプのオートバイであり、シリーズ車種として、数車種が生産されている。SV400SSV400SV400 SV は1998年に発売された。4ストローク水冷90度、V 型2気筒エンジンを搭載しており、スポーツ性を強調した、ハーフカウルモデルである SV400S と、タウンユースを優先した。 ネイキッドモデルの SV400 の2種類がある。当初は前輪ブレーキがシングルディスクであったが SV400S は2000年、SV400 は2002年にダブルディスクに変更された。定価は S の方が9万円以上高かった。共に2006年12月をもって生産終了となる。なお2009年に発売されたグラディウスが後継車種に当たる。 2004SV1000SSV1000S は2003年に発売された。以前発売されていたフューエルインジェクション採用の同型エンジン搭載車であるセントルコリラ SR の評価が良くなかったことからイメージを一新させるため拡張の斬新な車体デザインとなっている。後に会社種と同じようにネイキッドモデルの SV1000 も発売されたが先に生産が終了され、 SV1000S のみに一本化された。また、400や650と異なり、エンジンには、セミカムギアトレーンを採用している。なお当時の馬力規制により、日本仕様は 94PS となっていたが、欧州仕様では 120PS まで発生させていた。400と同じく、日本仕様は2006年12月に生産終了となった。 輸出仕様も2008年に姿を消している。SV650 は1999年に発売された。当初は400の廃棄量上位版として、400同様に SV650S と SV650 の2車種を発売したが、人気がかんばしくなく国内ではそのまま販売終了となった。しかし輸出先での欧州では人気が高かったことから、 後にモデルチェンジを受け線の排気量解版として、車体構成やエンジンが一新され、K7 型からは ABS 仕様も追加された。また、SV650 系エンジンは、イタリアカジバのラプター650にも搭載されている。2008年9月30日に SV650 系エンジンを使用する。 ネイキッドモデルの新型車となるグラディウスが発表されたが SV650S は2011年以降も併売された。2015年にはネイキッドスタイルで ABS 仕様も加えた SV650A としてフルモデルチェンジされ、日本仕様は2016年8月11日より SV650ABS として発売された。エンジンは グラディウス650に搭載していたものを、欧州ユーロ4排出ガス規制対応のため改良し、また極低回転域での補助を行う、ロー RPM アシストを搭載した。車体もグラディウスからの改良で大幅に、軽量化されている。2017年の東京モーターショーにおいて、世界初出店の参考出品者で、カフェレーサースタイルのメーカーカスタマイズモデルである。同年、 ミラノで開催されているイコーマにおいて2018年初頭にヨーロッパなどでの販売を予定していることが発表された。鈴木、ミラノショーで海外向けに輪車の新モデルを発表。鈴木ニュースリリース2015年11月17日、ミラノショー15、鈴木 SV650、a 新型、ロー RPM アシストや、 イージースタートで利便性向上レスポンス2015年11月18日、イコーマ2017、スズキ SV650X 新型を出展2018年より欧州などで販売開始レスポンス2017年11月7日、ありがとうございます。